どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代男性の方です。ゴールデンウィークに今付き合って1年4ヶ月の彼女とデートに行ったのですが、行きたいとこや見たいところが合わず喧嘩になってしまいました。軽く連絡は取ってますが、まだギクシャクしてます。どうしたらまた仲良くなれますか？デートに関しては自分でも甘かったと反省していますとのことですが、どう思いますか？それはね、もうお互い話し合うしかないですよ。本音でどうしたかったのか、何がいけなかったのか、それでそれが例えばどっちか片方のわがままって言うんだったら反省しなきゃいけないかもしれないし、逆になんかそれはちょっとわがまますぎたよっていうふうに指摘しなきゃいけなかったのかもしれないし、うん、そこはなんかもう真剣に話し合うしかないです。なんかオブラートに包んでとか気を使ってとかそうじゃなくて、これからも仲良くしたいんだったらなんかもう腹割って話そうみたいな感じな時が必要だと思います、うんうん、でそれでどうやっても価値観が合わない人っているじゃないですか、うん、1年4ヶ月だからだんだんそういったズレとかもなんか感じる時期なのかなっても思うんですね。で去年とかはどうしてもコロナとかで出かけられないっていうのがあったから、お互い我慢し合ってたからそういうのがあんまり見えてこなかったのかもしれないけれども、だんだん今年に入ってきて結構緩くなってきたじゃない。結構いろいろお出かけとかもできるようになってきて、そうするとなんか自分の好みのお出かけはこっちなんだけど相手の好みのお出かけはこっちとか、そういう違いとかを感じるような時に入ってきてるのかなと思います。だからなんかどうやったって合わない人とは合わないし、だからそれをお互いなんか譲り合って交換交換でやったら仲良くできるっていうんだったらそれでもいいと思うし、そこはどっちかが我慢してとかじゃなくて、お互いがいいような着地点を見つけられるように話し合いが一番大事ですよ、やっぱり何にしても。だから自分がもしね悪いところとかがあったらちゃんと謝るし、ただただなんかよく分かんないけど謝っときゃいいやっていうので謝ったらまた繰り返すから、本当に悪いところは謝るし、で向こうに直してほしいところは直してもらうしみたいなところは必要かなと。そこで喧嘩になるかもしれないけども、そこはもう通らなきゃいけないってことですよね。そうだよ、そこは絶対通んなきゃいけないから、どうせねそのがどっちかが我慢してたらいつか爆発するんだから。じゃあぜひ参考にしてみてください。こういった形で相談したい方は年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。また有料にはなりますが LINE で直接相談もやってるので、しっかり相談したい方はホームページ内を見てみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。